スズキの原付 G2 です。今回の動画ではタイヤを手組みで交換していきます。タイヤには製造された年と月が刻印されています。これまで使っていたタイヤは16年前2007年の18周目に製造されたものです。溝こそ残っているものの、ゴムはカチカチでひび割れており、交換が必要です。リアタイヤはさらに古く消耗しきっています。前後セットで交換していきます。エアバルブの虫を外し、空気が抜けたらリードを落とします。ホイールのリム部分にタイヤがはまっているのを、このようなビードブレーカーで剥がします。一箇所をビートブレーカーで落とせば、あとは手で押して落とせます。反対側も同じように作業します。タイヤが滑りやすくなるようにパーツクリーナーを一周スプレーします。ホイールが傷つかないようにリムガードをセットします。タイヤレバーを2本、ホイールとタイヤの間に差し込みます。テコの原理でタイヤレバーを寝かすと、ホイールの外側にタイヤがめくれてきます。2本のレバーはそのまま抜かず、3本目のレバーを差し込みます。ここでフリーになった先ほどのレバーを抜いて、さらにタイヤをめくっていきます。ここまでレバーで外したら、あとは手で外せます。これで片側が外れました。ここでタイヤの下側をホイールの真ん中あたりに持っていきます。そうすることでタイヤの上側がフリーになり、隙間が大きくなります。滑りやすくするためのパーツクリーナーをスプレーし、リムガードをセットしたらレバーを使っていきます。一箇所タイヤレバーを寝かせたら、あとは膝に全体重をかけます。まずたっぷりとビードワックスを塗ります。タイヤに刻印されている回転方向とバルブの位置を確認しながら、タイヤをホイールの上にセットします。体重を乗せタイヤをはめていきます。片側はレバーを使わなくとも入ります。
続いてもう片方もホイールにはめていきます。レバーを使わずに進められるところまで進めます。手では難しくなってきたらレバーの出番です。レバーを完全には寝かせず押さえるだけでも多少タイヤが入っていきます。ここまで来たら最後はリムガードをセットしレバーを寝かしてタイヤをはめ込みます。エアーを送り込むと破裂音とともに左右のビードが上がります。あとはエアバルブの虫を入れ空気圧を調整したらタイヤ交換は完了です。今回もご視聴いただきありがとうございました。今後もバイクネタの動画を上げていきます。ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。